あなたなのね、キラ。さ、帰ろうって言って帰るんです。その日は何もおかしいことはなかった。しかし、向こうの代理のキラだけがキラを見つけたんですよ。ね。それからどうしたか。なんと、ピンポーンって。ヤガミライト宅に直接訪問してくるんです。第二のキラが。えー自宅へお家ついて行っていいですか 突撃隣のキラの人、ピンポンして、私です、言うて。もう入るしかないやない。もう家、家上がってって。ね。その妹とね、お母さんが、何その子、みたいな。ね。結構なね、こう、格好した派手なギャルなんですよ。ね。すごい可愛いんですけど、結構派手めの、主張強いファッションしてるんですよ。ね。 え、お兄ちゃんの趣味あああいう子なのかなみたいな。で、ミサでーすみたいな。ミサですーみたいな。お邪魔しまーすみたいなって。女子なんですよ。第二のキラ派手なギャルこのデザインが秀逸なんだね。エルとキラっていうこのバッチバチの全く違う男同士の戦いの中にギャル入ってくんだよ。想像つかなかったね。そして、そこで、この、ミサっていう第二のね、ミサちゃん。 天根美沙っていう女の子なんですけど、この美沙の気持ちと、その美沙についてる死神を見るんだね。この美沙はね、どういう気持ちかっていうと、もともとね、なんでキラに会いたかったか、ライトに会いたかったかっていうと、自分の両親を犯罪者に殺されてるんですよ。強盗に殺されてる。だけど、その強盗が証拠不十分で、死刑にならなかったんだよね。それが悔しくて悔しくて、この世の中の仕組み間違ってるって思ったら、 キラがその犯人を殺してくれた。よかった。この世に神様っているんだね。悪いことしたら天罰を下す神様っているんだね。嬉しい。キラありがとう。キラ大好きって。自分の親の仇を打ってくれたキラにすごい感謝してたの。そして探したら、私のドンピシャタイプの人だった。タイプだったんだね。<laughs> ここで矢ガミライトの超絶イケメンがもう出ちゃうんだよね。 ねだから、キラ大好きだし、大尊敬してて、それが私の超絶タイプだったから、もう大好きかける大好きで、大大大好きと。大大大好き、超愛してるという状態になっちゃったので、ご自宅に来ちゃいましたミサですっていうことなんですね。うわーおーと。ねでもライト悪い男ですから。ねクラスの女の子も遊エジに誘ってバスジャックにね、バスジャックデートに誘うぐらいですから。 こいつは使えるかもしれない。にやりってするわけですよ。ね。でも、なんだったらこいつを、ね、殺しちゃってノートだけ奪っちゃってもいいかもなとかいろいろ都合のいいタイミングで殺しちゃえばいいんだよ。利用するだけ利用して都合のいいタイミングで殺せばいいんだなんて考えてたらですね、ミサの後ろにいる死神、これがレムっていうんです。だからリュークじゃないんですね。レムなんですね。このレムっていう死神が、ミサに変なことしたら、 私がお前を殺すからな。これ実は、リュウクと違って、むちゃくちゃミサに肩入れしてるっていう死神なんですよ。リュウクは退屈で、こいつ面白そうだからって言って、取り立てて協力はしないけど、まあ、その面白いからいるよっていう中立さがあったリュウクに対して、かなり思い入れがミサにあるっていうタイプのコンビなんですよ。分かってるよ。もちろんミサには悪いようにはしないよ、と。 なんでこのレムっていうのがミサにこんだけ思い入れがあるか。ここもね、ポイントなんですね。実はこのレムの友達の死神がいまして、この友達の死神が、実はこの今、ミサが持っているノートなんですね。はい。なんでかというと、リュウクが持っているノートってのは今もリュウクが持ってますよね。自分の生活用に。はい。リュウクは他の死神のノートを手に入れて、落としてライトに持たせたんですよね。そういう形で、 レムはレムでノートを持ってるんですけども、誰か違う人のノートをミサに持たせてるわけです。じゃあ違う死神のノート。その死神はなんで今にいないのか。それはですね、その死神ではですね、ミサから寿命を奪おうとして、ミサを見てたんですけど、ミサがあまりにもけなげな女の子で、かわいそうだったから、ミサにですね、恋をしてしまったんですね。その死神が。で、死神がミサを救おうとして、ミサがストーカーみたいな暴漢に襲われそうになった時に、 ミサの命守んなきゃって言って強盗の方を殺したんですよ。死神は人間を殺して残りの寿命を吸い上げる、そういう生き物なのに、ご法度として、人間の寿命を長くすると、その死神は死ぬんです。死神は、ミサに恋をしてしまったがために、ミサのうわピンチに助けなきゃってとっさに思って、ミサの命を伸ばすために、その暴漢を殺しちゃったんです。 そのことによってそいつは死神から砂になり死んでそのノートがレムの元に行った。レムはかわいそうだなと思ってそのミサを守るために身寄りのないミサにそのノートを渡しその能力の説明をしたというくだりなんですよ。ここでものすごく重要なのは死神も死ぬことがあるってことだよね。死神は人間を守るために誰かに肩入れして誰かを殺したら死ぬんです。それがゴハットだから。 っていうのが明らかになったことと、レムはむちゃくちゃミサのことを大事に思ってる。これがすごく大事なんですね。だから手出しできない。ね。その上でミサは言うんです。私と付き合って、ライトっていうわけですね。なんで付き合わなきゃいけないのと。第一のキラ、第二のキラで、君はキラとしての僕の思想に共感してくれてるって協力者じゃないのいや、そんなんじゃないもん。ミサはもうライトのこと好きなんだもん。 話通じませんやん <laughs> でもこいつは利用しなきゃと思って抱きしめるわけですね。分かった、付き合おうって言って。その時のライトの顔、めちゃくちゃ悪い顔してます。めちゃくちゃにんまり顔してます。こいつは使える。何かあったら、ね、俺の言うことを絶対何でも聞きそうだし、何かあったら殺せばいいんだ。そういう付き合いが始まるんですね。そんな中、ね。 事態はさらに急展開するんですよ。ねえ。大学で、エルと、ね、ライトは、まだ、やっぱ通学しながら、で、あの、操作してたんですけども、その、ライトがですね、東大に行ってる中、学生生活の中、来ちゃったーなんて言ってね、ミサイル来ちゃうんですね、東大にね。おい、来るなと。<laughs> 第二のキラーとして、お前が、どれくらいこのマークされてるかわからない中で、来ちゃったじゃないと。 家で極秘で会って、これからは、その、極秘にこう、いろいろやり取りしようになったらね、来ちゃったじゃないと。じゃあ、いつ会えるのいつライトに会えるの付き合ってるのに会えないで、なんか連絡だけして殺すみたいな、そういう関係、あの、激横なんですけど、みたいな、なるわけですね。ぷんぷん丸ですと。いうことで、プックーなってですね、おいもう、ミサーというね、来ちゃったじゃないよー、なんていう中でですね、なんと、そこに、龍が秀樹が来るんですね。 おい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 。ね。L が来た。なるわけですね。そしたらですね。あら、ライトのお友達ってパッとね。ミサがそっちの絵の方を見るんですね。そしたら、あれああ、友達のリュウが秀樹くんだ。リュウが秀樹君なのリュウが秀樹っていう名前が偽名なんですよね。ミサの目にはその L の上に本名が見えてるんですよね。 大チャンス到来来ましたああ、竜が秀樹くんだ。じゃあ、授業があるから、ミサ、帰ろう。そろそろ、ば別れるんです。ね。ここですぐに、携帯電話ありますから。 携帯ですぐにミサを確認して、今、リュウガ秀樹と名乗った男の上の男の名前の顔、名前違ったよね。その名前を俺に教えてくれ。今すぐ殺すからという電話をかけようとするわけですよね。ミサ、早く出ろ。プルル、プルルル。ミサ早く出ろ。今すぐ、今すぐあのリュウガ秀樹の本名を聞き出して無事殺してやるぜ。プルルプシ。はい。出た。僕ですけど、僕ですけど、後ろから声聞こえるんです。 って振り見たらミサの携帯を持っている L が立ってるんですねいつ携帯くすねてたの <laughs> 今もうここで殺せると思ったのになんで電話持ってはりまんの敗北ですけどどうして龍ガがミサの電話を持ってるんだなんかさっき 落とし物があったんで、拾っといたんですよ。いけ、シャーシャーと嘘をついてるな。<laughs> じゃあ僕が届けるから、それ返して、パシーン返して。今すぐ、時間の問題なんだから、今すぐミサの帰った道を追いかけて、ミサに聞けばいいだけ、どそれでお前の命は終わり。はいおしまい。はいおしまい。はい、バイばい、ガヒ秀樹。じゃあ俺は急ぐんで、パー行こうとしたら、え、竜ガに止められるんですね。ちょっと待ってください。パシーン。 伝えなきゃいけないことが。なんだよ。僕は今急いでるんだ。なんなんだよ。天音美沙を警察で確保しました。えー。さっきあったとこですけどさっきあったところのやつをなんで警察で確保してんーん、なんでなんで天音美沙の自宅から、キラのビデオを梱包したときに貼り付けられてたガムテープに貼ってあった髪の毛だとか埃だとか繊維の 証拠がたくさん出てきたので、雑だったんすよね。そう、第理のキラって雑なものを雑な風に送ってたから、単純にちゃんとした操作で、天音美佐の部屋のものが、ね、だから本人が送ったか分かんないけど、もう物的証拠一つとして残ってるから、重要参考人として確保しました。タッチの差でならず、得る殺せずそこからなんですよ。 ガシャーンさあご覧ください。モニターにパー映ってるのが天海さんなんですよ。もうがんじガラメになってるんですね。もうブルブル震えてかわいそうにさっきまでのご機嫌ギャルがもう目隠しされて体もがんじガラメにされてもうね拘束されてるんですよ。ね。ちょっとここまでする必要ないんじゃないですか、L ってみんなが言うわけですね。ね。ところが、いいえ。 彼女は第二のキラの疑いがありますから何をするかわかりません。ここまでさせていただきます。わ、ね、かった。<laughs> ここまでしなきゃ操作できないんだな。って言って。そこからですね、尋問が続くんですね。あまりミサに対する。それを、こう、ライトはこう、ね、指を加えて見てなきゃいけないわけですよ。ね。ただ何を聞いてもミサは答えないんですね。何を聞いても答えない。ライトと約束したんだもん。 ライトがどっちかが捕まっても絶対にこのことはお互いに言わないでおこうねって言ったもん。ずーっと黙ってるんですね。愛ですね。純愛ですね。どんなひどい目を受けても天音みさから情報が手に入れられない。うーん、どうしたもんかな。エルは困るんですね。でも、ねこれで、殺人が止まるんじゃないですかそうですよね。ライトくんはここから、もう、 捜査本部にずっといてくださいねと。で、これまでもずーっとライトをマークしてましたけれども、ラ,ライトが動けない時に、キラーの代わりに裁きをずっと暮らしてたのが天音美佐なわけですよ。だから、キラが動かしてた天音美佐が、ね、動かないとなったら裁きが止まりますから、重要犯罪人がですね、どんどん死んでいくというのがピタッと止まるはずです。それは見守らせていただきますよ。ピタッと止まったんです。 止まった。ほら濃厚。ハイミサ濃厚。でも何も口割らない。どうするってなったんですね。なった時にですね。ライトはライトで考えてたことがあったんですね。このままじゃ頭がおかしくなりそうだ。仮にも僕は彼女とお付き合いをしてたんだぞ。それがこんな風に目に合ってるなんて僕は許せない。そして僕自身もよくわからない。状況証拠からすると確かに L が僕を疑ってるのは気持ちがわかるよだってそうだろ。 一番怪しいレイペンパーがマークしてたのは僕だった。その上で僕ならできる状況にあった。そういうことだよな、ね。分かった。もしかしたら僕は自覚のないキラなのかもしれない。えエルが急にびっくりするわけですね。自覚のないキラときましたかどういうことですかライトさん。自覚なくもしかしたら僕は何か違う何かの 例えば別の人格とか。何か自覚なくキラとし、の能力が発動してたのかもしれない。僕は危ない人間なのかもしれないと思ってきた。君の言う通り、状況証拠的には僕がおかしい。証拠はないけれども、証拠は全然ないけれども、状況証拠的に僕なのだとしたら僕は絶対やってないわけだから、自覚なく殺してるという説もある。僕もミサと同じように拘束してくれないか。そうきましたか。わかりました。 ライト君も拘束しますガシャーン拘束するんですねところがこれねライトは賞賛があったんですこれ実はねミサのこの取り調べが途中から全然違う方向で難航してたんですねそれはなぜかずーっと黙ってたまりミサが数日間経過した後に喋るようになったんですところがどうも要領を得ないんですね 警察に第二のキラ容疑で逮捕すると言われて拘束され、そこに対して目秘権を通すように固い意志で黙っていたミサだったんですが、そこからですね、急にある日から、ねえ、ねえ私のことさ、解放してよ、急に言うんですね。ねえ、ストーカーさんなんでしょ何を言ってるんですかストーカーではなく、これは捜査です。<laughs> 操作って、わけわかんないよ。だって、私、私何もしてないじゃん。ねストーカーさんなんでしょ私のことをさ、好きになっちゃったんだよね。だからこんなことして私のことずっと見てたいんでしょ変態さんなんでしょわけがわからない。どうしたんだなんかもう別人みたいになったんです。ミサが。何を言ってるのかわからない。これどういうことですかそれを見てですね、ライトは、じっと黙った後に、自分も、 閉じ込めててくれっっう,うになったわけですねで自分も閉じ込められてですね黙るんですよライトもところが同じことが起きるんです数日するとですねライトはですねこれはどういうことですかどうなってるんだ会話がおかしくなるわけですよ L それ今までの説明から状況は分かったでも明らかに僕ではないんだから僕を解放してくれ解放してくれ ライト君君が言ったんだよ。君が自分で入るって言ったんだよ。他の捜査員も言うわけですよ。いや、わ <laughs> からないけれども、僕じゃないことは確かだから。僕を捜査に加えた方がいい。意見が矛盾してる。つまり、拘束されて数日経ってから、ミサとライトがもう別人のように、もはや記憶を失ってるかのようになってんです。ここポイントですね。デスノートのもう一つの効果。 何か。実はですねリュウクに最初ですね「お前人を殺すのは怖くないか?」言われてたんですねいや怖くない怖かったらデスノートを放棄してもいいんだぞデスノートを放棄したらお前からデスノートを持っていた時の記憶がなくなってそのノートが他の人のところに行くだけだからっていうのがあったんですつまりデスノートは一つ大きなルールがあるわけです それはデスノートの所有権を死神に放棄すると伝えれば記憶をなくしてノートを放棄することができるんですよ。つまり、あまネミサの記憶がなくなったのはレムがミサの状況をいたたまれないと思って幸せにするにはこの人が捕まらないようにしなきゃと思って放棄させたってことなんです。そしてそれを把握したライトがその放棄作戦を模倣したってことなんですよ。放棄して記憶喪失した 大量殺人犯を L は捕まえることができますかそういうゲームになっていくんです。わおこれどうなるのーからです。でも、放棄したことで、ね、殺人が亡くなるんだったらそれでいいのかもしれない。そしたら二人も、二人がそうだったということも証明できるし。ところが、また殺人が始まるんですよ。また裁きが始まりましたええー ライトとミサじゃないの、また騒ぎが始まっとるやんってなってからですね、警察の内部が、じゃあもうライトくんと、ね、ミサちゃんじゃないんだから、こんなのは非人道的な捜査だからもう解放してあげましょうって言って。じゃあ最後に試させてくださいって言って。八神ミ総一郎を使って、親父を使って試さすんですね。解放する前に、一つの車に乗ってですね、八神ミ総一郎に、ね、狂言をさせるんですね。八神ミ総一郎がですね、殺すぞーって言って。 お前を殺して俺も死ぬからなーって言ってですね。もう、もう、ライトを、総一郎が殺すっていうところまで行くんですよ。総一郎がもう思い詰めちゃって、もう絶対にお前が犯人なんだから、お前を殺して俺も死ぬっていうふうに、もう本気で、ね、狙いに行くんですね。ところがそうなったら、ミサが、総一郎を殺すか、キラが殺すかするんですけど、ミサも何もしないし、ライトも何もしないわけですよ。 もちろん、もう何の能力もないし、記憶もないからですね。きょとんとしてるんですね。しょうがない。何も起きなかった。狂言でも何も起きなかった。演技でもない。演技でもないし、他の殺人鬼が現れてる以上、これもアリバイありですよ。解放しましょう。捜査に加わってもらいましょう。じゃあ、このビルから出ないけれども、ここで一緒に捜査しましょうってことになるわけですね。じゃあ、捜査続ける。ライトと、 L で捜査を続けるんですが、このね、新しい殺人鬼は今までのキラと全然殺戮行動の原理が違ったんです。重罪人ばっかり殺してた今までのキラと全然違う人たちを殺してた。何か。普通の企業に勤めてる人を殺し出したんです。なんでだ実はある会社のライバル会社の幹部がどんどん死んでったんです。 そして、その会社の株価がどんどん上がっていくわけですよ。ライバル会社が幹部を死んで、ごたごたになって崩れていくから。誰でもわかりますね。この四つ葉グループという企業があって、四つ葉グループの人間が必ず今、次のキラになってる。なぜかはわからないけど、エルも想像しました。なぜかはわからないけど、かつてのキラはきっとライトとミサだった。しかし、その能力は今は失われて、なぜか四つ葉グループのところに行ってる。四つ葉グループの、 幹部の中に新しい第三のキラがいるはずだと、そのキラを捕まえて状況を確かめないゃいけないっていうことになって、大立ち回りの末、その四つ葉グループの幹部の一人、樋口っていう男がノートを手に入れてやってたんですね。それを明らかにして、最後、もうカーチェイスまでして、その樋口を追い詰めるんです。ねまあ、やっぱり ライトとかほど頭良くないですから、ボロはいっぱい出るんですね。そして欲にまみれてるから、最後っと追い詰められてですね、そのノートを奪われるんですね。捜査の途中で。で、逮捕されるんです。うわぁ、ヒ捕まったと。で、そのノートを奪っ、何か、最後ですね、ノートに何かを書こうとして、確保されて、なんかノート持ってましたなるわけですよ。で、お前何をしてたんだお前って。言わなきゃ殺すぞ樋口なった時に。 信じられないと思うけれども、ノートに名前を書いたら人が死ぬんだよそういうノートなんだよ捜査員が信じられない、なるわけです。そしてそのノートに捜査員が触れた途端に、うわあ！そして、L にその捜査員が渡すわけですね。このノートは、このノートは本物ですばって、L がそれを触った瞬間に、うわあ！本当にいたのか死神物理的に、 死神を見ることになるわけですね。うわぁ死神だね。レムです。実は、レムがですね、ミサからノートを放棄させた後に、ね。いろいろあって、いろいろあって後で言うんですけども。レムがノートを、樋口に渡してたんですよ、スバグループの。いろいろあってね。その、レムのノートっていうのを、樋口チは使ってた。だから、レムが見えるんです。L に、うわーなって。 で、操作にですね、ヘリを使って L が乗ってて、ライトも乗ってって操作に行って、L とライトで操作してて、L のところにノートが行った。これはすごいですよ。で、ライトが、記憶なくしてるライトですよ。記憶なくしてるライトが、俺にも見せてくれ。というわけです。パッとノートを手に取るんです。ね。ところがこれ。放棄したらノートは、ね。ノートは、記憶なくなるんですけども、 戻ってきたらノートが、デスノートが戻ってきたら記憶も全部戻るっていう設定なんですよ、これ。デスノートを放棄した音がもう一度デスノート戻ってきたんです。これはいろいろ訳があって、レムのついてるノートなんですが、もともとはライトがリュークにもらったノートなんです。ライトがいろいろ、この放棄する前に、レムとリュークを入れ替えて、自分のノートに、なぜかはと、 これがトリックなんですよ。自分のノートをレムに持たせて、それを、樋口に渡してたんですね。それがここで戻ってくるということが分かってたんです。なんでか。つまり、ライトは自分が記憶がなくなったらどうなるだろうっていうことを、しっかりシミュレーションしてたんです。自分が記憶がなくなった後、なくなる前にですね、レムとリュウクに言っとくんですね。放棄すると。それがミサを守る方法だし、逃れる方法だと。その上で、このノートは、 利己的な誰かに渡してくれと。利己的なやつは、で、あの、利己的なビジネスマンに渡してくれたら、バンバンライバルを殺して、どうせ足がつく。そして僕と L で操作したら、必ずそいつは捕まえるだろう。捕まったら必ずノートは一度 L の手に渡り、僕も近いところで操作してるから、必ず僕の手にも渡るだろう。そしたら僕は記憶を取り戻す。その瞬間に、僕は、樋口を殺す。それで、 全てが成立する。そういう計画だったんです。じゃあ自分が、アリバイが成立されば、捜査員に戻れるから、捜査員に戻ったら、俺ほどの使い手じゃなければ、必ずノートは取り回収できると。ノート回収できたら、必ず記憶戻るから、それで格乱できるわって言ってですね、それでかけたんですね。自分の放棄に。自分と L の能力にかけたんです。操作能力に。 そして戻ってきたんです。そしたらノートもらう。そしたらうわーなるんですよ、ライトが。うわーなる。でもそのうわーは、みんなのうわーと違う。みんなのうわーは、レムっていう死神を初めて見てうわーって言ってるんです。だけど、ライトのうわーだけは記憶が全部戻ってるんですね。うわーぎゅわー記憶戻ってきて。で、バチーン全部戻ったんですね。そして震えながら言うんです。計画通りって言うんですね <laughs>。 この計画通りが、悪い顔中の悪い顔してるんですね。そんな、うまくいきますかいなって凡人は我々思うんだけど、そこまで計画してるんですよ。エルとライトが組めば、その雑なキラ、第三のキラは、必ず尻尾見せて全部捕まえられてノート剥奪されるから、絶対と戻ってくる。そこからはですね、バーンつってね。 樋口を今覚悟します池ケドね池ケって全ての謎を吐かせるぞってなった瞬間に、キラーはですね、自分の時計を触るんですね。カチ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 時計を4回ノックするんですよ。するとですね、この時計が違く付きでね、これは親父からもらった時計でね、ねずーっと身につけてるから、一切怪しくないし、捜査するとき、監禁されたときに剥奪されたとしても必ず戻ってくるから。 この時計を僕ずっとつけてきた。そしてこの時計、DIY してる。カチ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 っておっしゃるですね。時計のねですね、下のプレートがシャコーンって横にずれたですね。その横にずれたプレートのですね、表面にですね、切れ端のノートのきちっちゃい切れ端が貼っつけてあるんですね。カチカチカチ、デスノートを動かと、うわーなって、そのデスノートで隠して腕時計を。デスノートを見てて、 このノートは確かに本物かもしれない。今すぐパソコンで、あの、このノートに書かれてる被害者と実際の被害者が一致するか調べるから、なんつって。L にはノートパソコンで、ノートに書いてある名前とノートパソコンで被害者の名前を一致させてるかと思いきや、そのノートで隠した左手の、のカチ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 して、くしゃこーん出てきたちっちゃい切れ端にですね、ボールペンとか出したら、さすがに目立つから、そこにですね、 もう片方の手にはですね、小針を仕込んでるんですね。小針を仕込んでですね、小針を指に、指にプツンと刺すとですね、血が、血がつくでしょ小針の先端につけた血で、小針の先端につけた血で、仕込み時計に名前を書くんです。そう !L にバレないようにノートと名前をパソコンで検証しているふりをしながら、片やもう片方の手で、小針についた血で、 小時計の仕込み時計の中のこの音に小さい名前で樋口の名前を書くというポテチ以来の DIY マルチタスクポテチ以来の DIY マルチタスクをなんと L 本体のその隣で成し遂げるんですウルトラ C、ウルトラ C そ,そのことによってですね <laughs> 樋口が死ぬんですねギャーバタンなんで 全員が思うわけです。デスノートに誰も書き込んでないし。ね。今、L と、ね、ライトで持って、誰も書き込んでる素振りがないのに、樋口がバタンーンしんで口封じされる。嘘でしょと。聞き込めへんやんってなった上で、想像も戻るわけですね。ところが大きな財産はその、デスノートですよね。このデスノートと、レムの存在っていうので、 捜査本部はそこからいろいろ聞くわけですよ、レムに。ねこれは何なんだ本当に人が殺せるのかああ、殺せる。レムが答えるわけですね。でもレムはミサの足がつくような質問をされたら、はぐらかすんですね。ミサを守りたいから。ただこのね、ノートは、すっごいポイントなのが、なぜ、レムのノート、レムを、のノートなら、ミサのノートでいいじゃん。 なんでライトのノートをレムに持たせて、ライトのノートがちゃんと戻るようにしたのはもちろん、記憶が自分に戻せるようにっていうのはあるよ。でもそうじゃなくて、自分のノートの方が通合がいいのはもう一つ余計なった。なんでか。リュークのノートには、このノートはデスノートであって、名前を書くと死ぬというのが英語で書かれてたんだよね。でもそれはね、リュークが面白がって書いた形,形なんですよ。 これを拾った人間が使いやすいようにって言って説明書きをリュークが書いたんです。だからレムのノートってレムが直接ね、死んだ死神から渡して口頭で説明してるでしょ最初から。だからレムのノート、ミサのノートには説明書きないんです。だ説明書きのあるノートが戻ってくることが大事だったんです。なんでか。実は。 ライトはですね、その説明書き、裏表表紙に書かれてるものとは違う、裏表紙に偽のルールも書き込んでたんです。<laughs> リュークに言って、このルールを書き足すことは問題ないよな、って言ってですね、二つルールを書き足した。それが、13日ルール。一つ。それ何か、13日。このノートに名前を書いて人を殺したものは、13日内にまた違う名前を書いて殺さなければないと死ぬっていう。 つまり一度でも殺人に手を染めたら、ずーっと殺人し続けないと死んじゃうよっていうルールを書いたわけ。これ何に役に立つアリバイ作りだよね。13日間以上監禁されてたんだよ。ライトは、ミサは。これを鵜呑みにしてしまったら、13日以上何もノートに書き込んでない人っていうのは、晴れて白が確定するんですよ。そのために書いてあった。さらにもう一つのルール。それが、 このノートを燃やしたり破ったりして処分してしまうことはできない。燃やしたり破って処分したも、処分してしまうと、それまでノートに触れた全員が死ぬ。つまりこれ、処分されても困るわけですよ。ノートをね。こんなノートは危ないからっつって処分したくなるでしょそれもダメ。なん、だから、処分したら L 死んじゃうから。死ねないように処分できないようにしたわけ。この二つの,の追加のルールが、 めちゃくちゃ聞いてくるんだね。表のルールが本当である裏表紙のルールも本当だってまず思っちゃうじゃん。それで、捜査員たちが言うわけですよ。いや、13日ルールあるやんって。え、ライド君とミサちゃんは、じゃ無実じゃんっつって。解放しろ、解放しろってなるわけですね。で、解放されるわけですよ、ミサがね。で、ミサさえ解放されたら、ね、四つ葉グループの殺しからなくなって、また裁きがなくなってたけど、実行犯また作れるわけですよ。ミサ。 もう一方のノートはどこどこの森に埋めてあるからそこから良き感じでページをちぎってね数日分ちぎってね本体はまたそこに埋めてていいから数日分ちぎって家に戻ってまた裁きをつあの続行してくれというわけですねはいでミサの解放と同時にまた裁きが解放されちゃうんですよえっ、ー、ミサさんの解放と同時ですねエルは言うんですけどおいもうミサを疑うのはやめろよと 捜査員も言うわけですよ。13日ルールだから確定だろうないうわけですね。で、ミサは殺し続けるわけです。ねえ。さあ、どうなるでも、エルは見破ります。この13日ルールを怪しくないって。どう考えてもミサとライトだった。その上で、なぜかこの13日ルールが妙に引っかかる。この13日ルール、本当かどうか試せるよね なるわけですね。例えば死刑囚リ、リンド・エル・テイラーを使ったように死刑囚にこのノートを使って誰誰って名前書いて殺させるわけですよ。その後に13日間見て死ねば OK だけど死ななければそう、この13日ルール最大の弱点は実証できちゃうってことです。13日間で。それに気づいたエルが実証しましょう。で捜査員たちがそれは人権問題になりますてって いや、もうここまで来たからには、もうこれに協力してくれる、各国の、あの、首脳に当たりましょう、なるわけですね。各国の首脳に死刑囚を出してもらって、この13日の検証を行います。で、渡りを通してですね、その渡りってのは執事ですよね。渡りを通して、各国首脳に、渡り、各国の首脳で、それに協力、今の話に協力してくれる人に、アポイントを取ってくれ、なった時に、後ろで、ゾワゾワっとしてる人がいるんですね。レムなんですよ。 ここでレムがゾワゾワしてるんですね。13日ルールがバレたら、絶対にもうミサなんですよ。今殺してるのは。だって、ライトとミサのアリバイがなくなった上で、さらにライトは今殺してないのよ。今殺してるのはミサだけなの。で、そのミサがすぐにマークされて、ミサが逮捕されて、もう殺されてしまうんだと。このレムの、 ね、心は。ミサには絶対幸せになってほしい。ミサを殺すような奴がいたら俺は殺すって言ったんだよね。そう。ミサを殺そうとする者が現れたら私はそいつを殺すからな。ライト。変な真似はするなよって言ったのをライトは計画に入れてるんですね。ミサがこうなるように仕組んでたんですね。ミサが追い込まれるように仕組んでたんです。 ミサかわいそうなんです。実,実はミサ解放された時にですね、ノートを拾うでしょノートを森で拾ったら、その時に記憶が戻るでしょその時に L の名前思い出してくれたらそこで書けるよねそうなの。そこにラブレター入れとくんだ、ライトが。もし L の名前を覚えていたら、今すぐ書いてくれ。この指示に従ってくれたら、僕は君を一生愛す。 キラーワードですよ。ね。ライト大好き大好き、超愛してる状態のこのミサちゃんにですね、僕は君を一生愛す。L を殺してくれたら、こうなるわけですよ。<laughs> でもミサがそこで崩れ落ちるんですね。覚えてない <laughs> ライトみたいな天才じゃないし、一瞬会ってみただけだし、それがエルだって紹介されてないから、龍河くん名前違うんだ。ぐらいの記憶もう覚えてないよライトーってなるわけですね。で、そのノートはミサのノートなんですけど、リュークがついてるわけですよ。で、リュークに頼み込むんです。ねリュークお願い。私にもう一度目をちょうだい。実は目は放棄すると、死神の目は一度リセットされちゃうんです。いいのか、ミサ。 また目を手に入れるということは、もう半分になるんだぞ。それでもいい。ライトに愛されたいから、目を手にするんですね。そして、エルに会いに行こうとするんですけど、会えないんですよ。エルはもちろん警戒してますから、ミサのことを。エルを見せてもらえない。どうするんだのところで、ね、でもね、エルに会いに来ようとするミサにレムが会うんですよ。そしたら、うって気づくんですね、レムが。 もう半分になってる。ミサの寿命がもう半分になってる。もうあと数年の命になってしまってるじゃないか、ミサ。どうしてそうか。かわいそうな、かわいそうなミサ。私が幸せになって欲しかった、守って欲しかったミサを、こんな状況になった上で、しかもあと数年のミサが、ね。エルに逮捕されたらもう死にますよ、牢屋で。殺されなくてもあと数年で死ぬんやから、取り調べ中に。 殺さないでくれよ、ミサを。渡、13日ルールを試す。アポイントを取ってくれ。だめだ。エルに捕まる。ミ,ミサはルに捕まってる親の中で死ぬ。こら、こら、その状況になるのライトは分かってたのか。レムはすべて手のひらの上。もうライトはそれでも、静かな顔でそれ見てるんですね。 その通りだ、レム。お前はミサを守りたいんだろお前はミサを守りたいんだろ、レム。だとしたらお前にはやることがあるだろ、レム。渡りに話が通じてるぞ。渡りを通してもう13日ルールの検証が始まるぞ、レムなった時にレムは、隣の部屋にスッと消えるんですね。そして、サラサラサラ、書くんですね。名前を。そしたら、渡り、聞いてるか L が言うわけですね。そしたら、ドサッ音がするんですね。渡り渡りビー渡りが死んだ時に、その生命反応を感知して、渡りが死んだっていう文字が出るんですね。渡り is dead! ビーン渡りが死んだどういうことだ捜査員がなるわけですね。で、L が。渡りは誰にも顔と名前は知られてないはず。一番名前出てない。L が捜査員に見られてますよ。ライトにも見られてますよ。でも、ライトにも見られてない。 この渡りが死んだ。渡の顔と名前、分からないで死んだということは、エルはその瞬間分かるんです。死神が殺した。そして、それを言おうとするんですね、みんなに。渡は死神。その瞬間に、ぐるらーエルが。ぐるらーそうなんです。レムはね、ミサを守るために、まず渡を殺しましたよね。デスノートは、 40秒だけ猶予があるんだよね。心臓麻痺になるまで。一人名前を書いて、起き手を破ったレムは、その書いた名前が死んだら、砂になるって分かって、残り40秒の命で、エルの本名を書いたんです。渡りとエルの本名を書いた。そしてエルがぐらルどうした渡りは死神。 グーエ L? グーら、バターンそれを見たライトがダーッ駆け寄って、バッて顔を見るんですね。そしたらもう目の色がスーッて消えかかってる L が、ライトな顔を見るんですね。やはりお前が、キラー。その顔が満面の笑みなんですね。ライト満面の笑みで L を見てるんですね。 ライトが満面の意味で、俺の勝ちだエルの目がスーッと消えて、その満面の意味を一瞬浮かびた後に演技をするんですねお。おやるルうわーここで L が死ぬんです。なんとこの事件、エルが死亡して敗北するという、 結末実を迎えるんです。これが全12巻の7巻なんです。つまり、あと5巻続きます。えーどうすんの <laughs> エルシンでもうてますけど。人類の最後の頼りのエルシンで持うてますけども。これ、ど、どうなる <laughs> あとは、新世界の神が殴り殺しに人類をするという <laughs>、あのー、地獄漫画の始まりでしょうか。 いう中で人類にはまだほんの少しの希望が残っていたというところからこの次の後編が始まるんですね。これが面白いんです。ねもちろんそれからねそのエルカ死んでから数年後、数年経ってるんですね。世界は様変わりしていた。ね、どう変わってたか、ね、より キラ信者が増えてるんですね。キラ様のおかげで犯罪率がもっと下がってます。キラ様、我々を今まで通りお守りください。キラ教のね、もう信者みたいな人たちがいっぱい増えてんのね。で、L は本当は死んでるでしょ。だけど表向きに L が死んだってなったら世界を混乱するから、L は死んでないって言うようになってんの。エルとキラのいた地ごっこは続いてるよーっていうのが演出されてんの。 こののの第2代目の L にななったのってあれか、それがヤガミライトなんだよね。だって捜査本部で L は死んだけどこれから L の代わりに捜査できるの誰って言ったらずっとリーダーシップ取ってたライトしかいないんだもんこれによって L のそぶりをしてるやつがキラという地獄の状態が出来上がった社会になってるんですそのことによってライトはコントロールできるんですよ エルがちょうどよく捜査をするんだけども、キラがちょうどよく逃げ切ってて、その上でちょうどよく人命が失われ、ちょうどよく悪党が裁かれてるっていう、もうめちゃくちゃ最高の状態にもう仕上がっちゃうんですね。ただ、もう、キラは逮捕できないと諦めた人類だけではなかったっていうんですね。実は5年前、エルがバターン倒れて、 L の家がですね、L のパソコンを残してですね、最後のアラートを鳴らすんですね。それは、L がもう生体反応がなくなった、ね。パソコンを一定時間以上使わなくなったら、L is dead っていうのをあるところに伝えるためだったんです。それが、L が育った場所であり、L をサポートしていた渡りが作った孤児院なんですね。養護施設があるんですよ。それが y m e ー s e House。この y m e ー s e House というのはどういう施設か。 身寄りのない天才たちを集めてる家なんですね。ワイミズハウスに連絡が行くんですね。なんとつって、ビーエルイズデッド人類のひ光であり希望であるエルが。我々の憧れの存在であるエルが死んでしまうだなんて、キラに殺された。それから、二人の生徒が呼ばれるんですね。ニア、そしてメロ。落ち着いて話を聞きなさい。 何ですかなんだよなるわけですね。ルが死にました。ええー、あのエルが、俺たちの先輩の中で一番頭が良くて最高に尊敬してた、あの人類の手法 L が、キラに殺されたってのかそうです。なので、L の後を継ぐのは、L の後を継ぐのはどっちなんだよメロは言うんですね。 このメロとニアっていうのはナンバーワン、ツーの子供たちなんですよ。これニアというのがナンバーワン。白いクルクルの髪の毛でね、小柄なんですね。ずっとパズルをカチャカチャ操作してるっていうね、非常に寡黙な超点才で、メロっていうのは、このニアにずっと微妙に勝てずに対抗意識を燃やしている目つきの悪いマッシュルームボーイなんですね。この2人がですね、どっちだよ、L の後継者は。 それははからは聞いてないいいよ、ニアだろ。ニアの方がずっと頭の出来が良かったもんな。俺は俺でやるからよ。ここでるわ。二人で協力してやってくれればと思ってた、この幹部も。しょうがないって言って。二人別れるんですね。このニアという,う存在、ね。で、出てったメロというナンバー2。この二人が、L の本当の後継者なんです。 ル第2の L というお飾りになってるのは、このライトですよね。この L の一種を継ぐものとして、ニアとメロというのが動き出します。ニアはニアで FBI を動かして、SPK という捜査組織を作ります。メロは、そういった公式の捜査組織ではなく、マフィアとつながりを持つことで、警察ではできないような荒々しい動きをし始めます。そしてこの二人が、 実はじわじわとライトを追い込んでいくことになるんですね。もう完全に天下のものだと思ったライト。ね。ところがある時事件が起きるんですね。日本の警察庁の長官が誘拐されるんです。マフィアに誘拐されたんですね。なぜマフィアに誘拐されたんだそのマフィアを仕切ってるのはメロです。メロがどう考えても L が残した状況からするに、日本の警察が特にヤバいだろうな。 そこまではエルも掴んでたわけじゃないですか。ね。どうも日本の警察がセえぞと。ね。なので、メロは一計を講じるんです。実はメロの狙いはですね、この日本警察が今保持してるデスノートです。樋口が持ってたデスノートが戻ったんですよね。それを警察が今所持してるんですよ。それを奪い取って、その上で臭い日本の警察に対してアプローチかけてやろうと。 ノート強奪作戦っていうのをやるんですね。なので警察庁長官を誘拐したんです。マフィアで。ところが、キラがそれを許さないですね。ライトですよ。ライトは誘拐された長官を殺しちゃうんです。デスノートで。証拠が出ないように。ほう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 。メロは面白いありますよね。殺してくれたじゃないって。えー、だってこの誘拐事件でまだ大っぴらになってないんだぜ。 日本の警察庁長官が誘拐されたなんてトップシークレットだから警察内にしかまだ行ってないはずなのに随分と動きが早いじゃねえか。ってことは日本警察が保持されているというデスノートを日本警察の中で使ってる奴がいる。つまり日本警察の中にキラがいるってことじゃねえか。面白い。長官にですね、キラ対策本部で動いていた数人の警官の名前知ってるんです。聞いてたんです。 その中で一番ポストが高いのは、矢ガ総一郎であるということも分かってました。はい。奪ったら殺すか。俺たちマフィアの名前知らねえもんなじゃあ奪われてしかも殺せない奴を誘拐すればいいんだ。矢ガの娘をさらってこい。これですね矢ヤの娘を今度は誘拐するんです。するとですね、矢ガ総一郎としても、け、警察としては失格だと思うが、 ね、デスノートと娘を交換するというマフィアのその条件を親父として飲みたいって言うんですね。ね。親父ならそう言うだろうなって。俺は警察を辞めてもいい。娘を取り返したい。そう一郎言うわけですね。デスノートを向こうに渡してでも取り戻したい。ね。ライトとしてもですね、身内までは殺したことないんですよ。ね。妹は殺せない。どうなる 交換するんで、すすよデスノートをね渡しちゃうんですでメロが手に入れるんですよ。そこでですね、メロはノートのルールを知るんですね。どうやら死神の目の取引をすれば死神のが手目が手に入るらしいと。このね、メロのもとにね、あの、現れた死神っていうのはまた実はね、別の死神なんです。リュウクでもレムでもないんです。ここが非常にややこしいんですけども、実はリュウクがもともとけな死神から奪い取ったっていう、 その死神の間抜けな死神がですね、降りてきたんですね。で、僕のノート返してよって、リュウ君の方行くんですね。したら、今はあそこにある。ってメロが持ってるわけですよ。で、メロのとこ行くんですね。そしたら、なんか、わけわかんない死神が現れて、おい、オメガ死神か。メロにですね、脅されてですね、間抜けな死神だからですね、ポロポロ情報言っちゃうんですね。はい、これ本当かって言ってですね。うん、それは本当。あの、名前を書いたら死ぬ。 目の取引をしたら、あの、うん、顔だけで殺せるよ。おい、じゃあ、お前さ、お前、目の取引しろよ。マフィアだからね。お前、あの、今死ぬのと、半年寿命短くなるの、どっちがええ。あの、お前、目交換しないとぶっ殺すぞ。とかやってですね、わ、分かった、わかった。打たないでくれ、目ロとか言ってですね、目の交換してですね、見える。寿命と、名前が見えるぞ。とか言ってですね、へえ、本当か。じゃあ、これはどうなんだうーん、それは嘘。そう。 13日ルールが嘘だっていうことはメロは知るんですよ、そこで。で、ノートを奪われた総一郎は悩んでですね、警官失格だ言ってですね、俺がノートを取り戻すって言ってですね、その、メロのマフィアのところに総一郎が突入するっていう <laughs>、すごい作戦が行われます。しかももう俺のせいだからって言ってですね、総一郎がね、あの、目の取引をリュークとして、 目が分かるようにして、向こうも目持ってますから。メロのマフィアも目持ってるし、目、目には目をつってですね、総一郎はですね、娘のためにですね、もう、ノートを渡したということの責任を取るために、目をですね、目の取引してまで突入して、ノートを取り返して死ぬんですね。で、メロはノートを取り返されはするものの、退散してですね、そこからも捜査を続けるんですね。で、そんな中でメロはですね、ニアのところに接触して、ニアに、おい、 お前には負けるつもりはねえけど、ヒント一個だけ言ってやる。メロが言うんですよ。ニアにね。ノートのルールの中には嘘があるぞ。それを言われた瞬間、ニアはですね、13日ルールだってすぐ気づくんですね。13日のルールだ。実は、ニアは、その誘拐事件の時に、このライトと接触を持ってるんですね。誘拐事件について、日本の皆さんと協力したい。 ね、で、ライトはですね、あなたは誰ですかというわけですね。ライトは L として、そのニアと対峙しています。私ですかうん ?L の意思を本当に継ぐ者。L の意思を本当に継ぐ者。お前は偽者だって言ってるわけですよ。L の意思を本当に継ぐ者。仮に N とでも申しましょうか。N? ふざけやがって。お前何者だよ。 調べ,ろ調べるんですねするとどうやらそのワイミーズハウスにいたニアという男だっていうのはすぐ分かるわけですよニアですかはいそうです名前が分かってもいいのかってことはニアは本名ではないんだなしかも顔も出してないから自信があるんだなはいニアです分かりました捜査協力しましょうと、うん、でも我々の手動で行いますからっていう形でライトは主導権取ろうとするんですけど 端的に言うと僕は二代目のエルを信用していません。エル死にましたよね。まず、ニアがそこで攻めてるんですよ。ニアがね。エルは死にましたよね。それを、だって公表してないのにニアはちゃんと知ってるんですね。なぜ知ってるのかっていうと、ワイミーズハウスとエルとのつながりがあるから、そこでバレたのかっていうことを気づいていくわけですよ。それで、第二のエルは私は信用しませんって言われちゃうんですね。なんでですか こいつムカつくやつだなぁ、にやって思うわけですよ。第2の L はどうも仕事をしてないように見えるんですよ。というか、第2の L のせいで、キラ信者がここ近年増えているとさえ僕は思っています。捜査をしているような形を取りながら、根本的には、あの、操作が前に進んでいるように見えません。僕は第2の L に関しては、あまり信頼を置きません。そこまで責められるんですね。 その、それを責められたもんだからライトはこいつぶっ殺してやる。ニア、お前が今度は死ぬ番だからな。そういうライバル関係にバチバチあった。でも表向きは捜査を協力しなきゃいけないっていう。FBI をバックに持つ SPK と日本警察をバックに持つ第二代目の L。L と N でうまく協力しながらやっていく。しかし、ニアは二代目の L を疑ってるという状態だったんです。その中で、L はどういう状況だったんですか L の顔は見たんですかそんな質問されるわけですね。ノートはそちらにあるんですよね。死神はそこにいるんですかそんなことをバンバン聞いてくるわけですよ。L が最後に残した情報は全部イミズハウスにいるので、L と同じ情報量はある。それがガンガン質問されて、ライトもかなり劣勢に立たされてるんですね。ところが、その13日ルールがあるからこそ、ライトは今も操作してるわけです。 ニアは普通に質問したわけですね。おかしいと思いませんかなぜキラーは L を殺したのに日本の捜査本部は残してるんですかそうだ、そらそうですよね。その上で、もともと L が疑っていた人というのと、えっ、ー、と、そこにいる L はもしかして一緒じゃないですかいうわけですよ。つまりライトが怪しいんじゃないのなんであんたたちライトとずっと捜査してんのそれの根拠が13日ルールだったんです。 いや、それはアリバイがちゃんとあるから、白だから、白が確定してるんだ、彼はって。それを、メロの誘拐事件によりノートが渡ったことで、メロが死神に遭遇し、ノートが嘘だっていうことが、間抜けな死神から漏れたことで、メロからニアに行くんですね。その時点で確定するんです。13日ルールは嘘です。13日ルールは嘘だと思います <laughs>。あの、嘘、う、嘘、 証拠はあるんですか私がこれから試しますよ、ニアが言うんですね。だから、エルがやろうとしたことをもうすぐやろうとするんですよ、ね。私がこれから試しますよ。僕がこれからメロの名前を書きます。メロの名、本名は知ってますから。その上でメロはマフィアとして誘拐し、誘拐事件を起こした上で逃げましたよね。死んでもおかしくない人間だ。私がメロの名前を書きますので、ニアとメロっていう、ね、関係性がどうですかっていうのも、まあ、日本とも共有してるんですよ。 メロの書きます。で、その上でメロが死んだ後で、私が13日生きていたら、13日ルールは崩壊します。って言ったら警察もざわつくわけですよ。日本の警察本部も。そしたらライト君のアリバイはなくなる。ライト君なのかざわっとするわけですよ。で、カチッとライトが蹴って。そんなことは人道的に許されると思いますか皆さん。ね。ね。人殺しをして、このルールは大丈夫だということを、警察がやるのはや、やそんなことは許されません。 まあ確かにそうだって。違う方法を探しましょう。いきなり、その13日ルールを試すためだけに人間を殺すのは得策ではありません。違う方法を試しませんかライトを反撃するわけですね。なるほど。わかりました。でも僕は、二代目 L が、キラではないかと思っている。その上で、キラの行動を厳重に監視させてもらいますから。って言って、日本本部でも、この、矢上ライトの動きは厳重に監視されることになったんです。 つまり殺せないわけです。さらに、13日ルールが崩壊したことで、あまねみさのアリバイもなくなってますよね。みさにも厳重なマークがついたんです。二人が厳重なマークがついてるんです。ところが、殺人は続くんですよ。誰なんだ誰が実行犯として手を下してるんだこのデータによるともう絶対にミサしかありえないんだけど、ミサは何にもしてない。で、ライトも何にもしてないどうなってるんだここで、 この第二の実行犯が浮かび上がるんですね。それが三上輝っていう男なんですよ。この三上輝っていう男は、ライトはですね、太るろ頃刀として用意してたキラ崇拝者なんです。実はキラ崇拝番組ができてるっていう話をしましたよね。そのキラ崇拝番組の中で、もう観覧に来まくってる男がいたんですね。キラ大ファンっていう男がいたんですよ。ね。 そのキラ大ファンの男はもう番組アンケートでもキラの考え方そのものにむちゃくちゃあのシンパシーしてる共感を持ってるってこともアンケート書いてあったんです。それをライトはですね見つけるわけですね。この三上という男、頭もかなり切れるし、その上でキラの思想を完全に理解してると。ね。キラの思想っていうのは犯罪者がいなくなれば犯罪者に罰を下すことで犯罪を抑止する新世界ですよね。 だから単純にあの人を殺すっていう思想のやつはだめなわけですよ。その高度な、いわゆるまあライトからすれば高度な思想を理解してるやつじゃないといけない。それを理解してるってことを分かったので、この三上テロにある時、手紙とノートを渡すんですね。そして、今は私は動けないので、君が代わりに裁きを下してくれって。それで私は神に選ばれた、三上は神に選ばれたぞって言って、そのノートを1日1ページきっちりずつ埋めるんです。 真面目な性格なんです。本職は検事をしてるんですね。裁くタイプなんですよ。でも法律でも裁けない奴がいるっていうことに絶望してたんです。このミカ見てるわ。幼少の頃も悪があるっていうことは分かってた。だから検事になった。でも検事になっても法律で裁けてない悪人はいっぱいいるんだっていうことに絶望してた。そこにキラが現れた。そのキラが私を見つけてくれたんだ。神を私があなたの代わりに裁きを下します。一行ずつびっしり名前を書くんですね。ノートに一日一枚びっしり名前を書く。名前を書きながら。 削除削除っていうねまあやサイコパスぶりももうその師匠直伝ですね削除削除削除って言ってですね一人ずつ殺していくんですねこの三上テルの足がなかなかつかめなかったわけですよね SPK はには分からなかったわけですところがこの三上のですね動きも少しずつ逸脱していくんですねキラの思想よりも キラからのメッセージが来ないから自分の中のキラが膨らんでですね少しずつ過激になっていくんですよあこれまずいなと思ったライトはん、ね、とかして三上にメッセージを送らなきゃいけないそんな時にですねこのキラ来ラ参番組のキャスターになった人気女性アナウンサーの顔を見て新たな新任の女性アナウンサー見覚えがあったんですそれが高田清美という実は東京大学で同級生だった才女だったんですよ 東大の同級生やんと。アナウンサーがクラスメートにいるんですね。あります。僕もアナウンサーがクラスメートにいるという人生経験持ってます。ね。<laughs> 急に自分の話。あるんですよ。アナウンサー。まあ、東大とかミス東大とかあったらね、アナウンサーになるじゃないですか。あるんですよ。清美か。なんってね。で、思い出すんですよ。清美はそういえば俺のことが、 結構好きだったかも。そうなんですね。キャンパスで清美と話した時に、まんざるでもない感じだったんです。清美どうも俺のこと好きだなって思ってたんです。コントロールできるぞ。清美をうまく使えば、清美が使ってる番組に観覧としてよく、三上はまだ参加してるから、清美を通して三上にメッセージが送れるかもしれない。そうすれば足がつかないってことで、清美とですね、デートし始めるんですね。表向きは、 ミサとあんまり話が合わないから、清見に乗り換えるっていうふうに見せて、こう密談をするんですね。こう監視の目がある中で、盗撮カメラがついてるんだけど、ね、それの資格を縫って筆談して、三上にメッセージを伝えろ。こういうふうにしろっていうのを伝えるようになるわけですよ。ねえ。うまく女性を使います。清見は清見でですね、こう、音声とかオフに、カメラがオフになっている時に、あの、自分がキラだって打ち明けられた時に、 私が人生で一番尊敬しているのはあなただったとライト君あなただった大学で見つけたあなたは頭がすごく良くてすごく尊敬してたそのあなたが、ね、思想として私も一個の理解を示してたキラだったなんて余計に尊敬するわっつってことで好きになっちゃうんですね清美好きになっちゃうんですねえモテモテですライトその清美を使ってうまく三上テルをコントロールしてたんですが ある時三上るがボロを出してしまうんですねどうも清美の動きがおかしい清美と密会で何か伝えている清美と三上なんかつながりがあるそこら辺から足がついてニヤにバレるんですよこの三上の存在がで三上をマークしているときに三上がですねこともあろうに電車内でデスノートを書いちゃうっていう失態を犯すんですねなんでかね三上は正義感が強いでしょ電車内で絡まれてる女性がいて あ、これは危ないってなったの見て、他に周り見てる人いないなって言って、その絡んでる防寒をね、デスノート刺さって書いて殺したんですよ。これなんでできるか三上は目を持ってるんだ。三上はもうキラのもう熱烈な信者だから、目の取引ももうしてるんです。ねだからパッと見て、あいつって言って殺せるっていう。その瞬間マークしてた三上は、目を持ってるし、しかもデスノートを持ってるってことは明らかになるわけですよね。 そこで足がつくんですけども、三上はその目を持ってね,ね。神である、キラのね、ことのためなら、目を持つ。だから、ライトってのは悪い男だね。自分は寿命を絶対半分にしないけど、ミサとか、三上には寿命の取引をさせて、自分の目にさせるんだね。恐ろしい男ですよ。でも、その三上がノートを持って、しかも目を持ってるっていうのが明らかになった時点で、第一のキラはえライト。第二のキラは、今は三上なんだっていうことを確定したニアは、 ついに最終勝負に出ます。ピッツっ,って。ライトに言うんですね。L、そろそろお話ししたいことがあるので、日時を決めて直接会いませんかそれまでは N っていう文字と L っていう文字で情報交換するだけだった。直接会いませんかお話がありますので。その意味は全て分かってます。ライトはそのために動いてた。もちろんです。私も会いたかったところです。では何月何日何時に 横浜の大黒不動のイエロー倉庫で分かりました。日時を決めるんですよ。で、ニアには,はニアの作戦があるんです。ライトにはライトの作戦があるんです。で、直接会うとその作戦が実行されるんです。あとはそのお互いの読み合いがどうなるかなんですね。でもここで大事になってくるのはニアは普通にライトがキラだって言ってライトを殺せばいいわけじゃないんですよ。ニアは L の意思を受けて、ライトを逮捕しなきゃいけないわけです。徹底的にライトに敗北させなきゃいけないんだと。どういうことか。ライトがキラーだということを証明しなきゃいけないんですよ。どう証明させるのか。これは、デスノートに名前を書かせた上で、捕まえなきゃいけないんです。実行犯として。つまり、倉庫に集まるでしょ集まったら、 三上は絶対に目を持ってるから、ニアを殺しに来るでしょだから、ニアの名前書くでしょニアの顔を見て。でもそこに、バー多分倉庫にいる全員の名前書くでしょ三上は。全、証拠を消すために。でも、ライトの名前だけ書かないでしょつまり、ライトの、そこにいる全員の名前が書いてあり、ライトの名前だけが書いてないというノートを押収、その、押収するんです。押さえるんです。どうやったらそれできる三上が書いたノートが、 偽物だったら大丈夫だよね。なので、ニア顔はものすごい緻密な作戦で、三上のノートを途中から偽の紙に差し替えるっていう作戦でったんですよ。なぜそれができるか。日時指定さえすれば三上は一日一ページ必ず書き進める男でしたよね。真面目な男だから。つまり日時指定をしたら、この日にちからこのページを書くっていうのが明らかになるんです。 ペースを今まで崩したことありません。一度三上のノートに手に入れて、そのノートに細工をして、途中から普通のノート、ハーフデスノート、ハーフと普通のノートを作れば、そしてその日が密会の日なら、その隣のページまではデスノートだから、その前日まではちゃんと処刑が繰り返されるけども、その当日書いたら殺せない。 そこに、矢神ライトの名前だけないから、はい、お尋ねです。とできるわけですね。それがニアの作戦だったわけですよ。さあ、ライト、どう抵抗するのここですよね。ところがですね、ここで日時が決まってから、とある事件が起きるんです。それが、メロなんですね。そういえばメロ何してたメロがですね、急に、高田清美を拉致るんです。どうしてと。もちろん高田清美がですね、その、ライト、キラーのですね、 味方であるっていうことは明らかになってるんですけど、ここで高田清美をどうして拉致るんだっていうことは分からないまま、メロはね、ニアに対抗意識を持っていたから、あの、ニアが手柄を抑える前に、メロが手柄を抑えようとしてるんだろう。そういう発言もメロはついつい、常々してたんですね。メロが先走りやがって、みたいな感じで、ニアも思うわけですよ。で、ライトも、な、なんだって。こんな時にトラブルがあって。邪魔でしかないと。 この密会作戦で、俺と倉庫でニアが直接対決で勝負が決まるのに、この、この脇役が、ぐらいの感じなんですね。でもメロが、その、拉致った高田。この高田もですね、もう何かトラブルにあったら、仕込みノートで、拉致った相手を殺せって言われたんですよ。致ってくるなら、きっとメロだろうと。ね。そういうことも言われてたんですね。で、メロの本名っていうのは、あの、矢上総一郎が見てますから。 その突入した時。でも殺せなかったのね。ノートを書く前に逃げられて。で、撃たれて。宗一郎が死亡したんですよ。なので、メロ、は名前分かってて浮いてたっていう存在なんですね。そのメロの名前はですね、高田が書くんですね。拉致られた時に。メロはですね、拉致ったんですけどメロ死ぬんですよ。犬死にやないかいと。皆さん大思いかもしれない。でもこれでいいんだって。ライトがですね、高田よくやったと。でも高田がですね、 えっと、警察に保護されたら、メロを殺したノートが応流、押収されちゃうでしょ証拠残っちゃうんですよ。だから、高田を殺すんですね。カシャーン言うてですね。高田が拉致られた現場に向かうぞ言うて、それであのー、ライト向かってるんですけども。警察と一緒に。向かってる途中で、あ仕込み時計、DIY ウォッチを出してですね、そこにですね、高田清美書くんですね。 死因、昇進自殺。デスノートとともに、デスノートを添えてという、このメニュータイトル。それによってですね、高田清美は、その拉致られた現場で、殺しに使ったデスノートと共に昇進自殺して、証拠がなくなるんです。はい、これで、何やってるかわからないメロの拉致事件終わりました。高田清美はもう必要ありませんから、ノーダメージです。 さあ倉庫に集まろう言って決戦の日が訪れます横浜の倉庫に日本のねエルことライトねかっこ正真正銘のキラーと捜査本部のね他の人間ずっとついてきた人間いるんですよ松田とかね、えー、いろんな相沢とかいろいろいるんですよ34人いるわけです刑事がねはいで向こうは SPK のメンバーとニアが来てるんですねはいミサはいないんですね ニアがですね念のためにマネミサさんは監禁してありますって言って何のためにライトが聞くんですけど念のためにニアを言うんですね何のため念のためっが踏まれてるわけですねそんな中で、ね、ミサはガードしてても別にライト的には別にいいんですね今回のプロジェクトにはミサは関係ないというかミサは前半あんなに活躍していたのに L が死んでからほぼ出番がないねえかわいそうですミ、ね、さんそんな中始まるんですね舌戦が始まるんですよねえさあ集まりましたよなるんですねでももう一人来るはずですからもうちょい待ちましょうかニアは余裕なんですねもう一人そう三上が来る三上はこの倉庫のあちら側から覗く顔をむき出しのお前ら 全部名前見つけて、全部書いてやるから、んな。殺してやるから、んな。これなんですね。ええ。なんで殺せると思うお前らのノートの細工はお見通しなんだよ !L。実は、このライトはですね、ニアのノート細工作戦気づいてたんです。というか、あの電車の中で足をね、 ボロを出したのも、あれ全部引っ掛けなんです。ライトは1ヶ月半も前から、偽のノートをずーっと、三上に持たせてたんですね。で、偽のノートにびっしり書いて、それと同じのを本当のノートで書いてた。本当のノートは違う場所に隠してるんです。 本当のノートにはもうすでにびっしり何時何分に処刑するっていうのを先回りして書いてるんですよ。1日1ページじゃなくてもう何ページも先のもう予約してやってんの。殺害予約してあんの。もう何日分も殺害予約をしてあるノートは本体として隠しておいて偽のノートに一生懸命1日1ページ進めてたの。その偽のノートを こう書き込んで、電車内で殺したでしょあれも事前に書いてあったの。それを、そういう何度かボロを見せるようなところを見せて、ああ、これ実際に現場まで現場で使ってるから本物やんなっていう風に、ニヤ君君君が思うように仕込んでたんやと。その偽のノートの半分を君が採工することも読んでたよ。 だから、三上にはずーっとノートに異常がないかっていうことを入念に毎日確認させてたの。それで、細工が確認できましたっていう連絡が三から入ったんや、三上から。ね。そんな時に細工終了喜んだ君から、何月何日倉庫で会いませんか来たからこっちは、いいですね、言うたの。つまり、君が細工したノートは、最初から偽物のノート。 君が掴んだ三上のボロは、僕の罠。せやから三上が今持ってきてんのは本物のノートやから、君ら全員死ぬから。はい、残念。言ってですね、三上がサラサラサラ書いてる気配がするんですね。書いてる気配がするんですね。そして、書き終わったかなるわけですね。そこにいるんだよなって言って。はい。 三上が出てくるんですね。ギー。書いて何秒経つ ?40 秒で死にますからね。ちょうど35秒ぐらいで聞くんですよ。はい。36。37。十七、N。いや、にや。お前の負けだよ。39。はい。40。残念だったね。やったんですよ。 俺の勝ちだよ。言ったんですよ。ところが、誰一人死なないんです。おい、どうなってんだどうなってるんだすいません、神。ち,ちゃん、ゃんと書きましたけども、覚悟しろ。ニアが言うわけです。覚悟はされる神。なんだ、なんだ、なんでなんだなるわけですね。そしたらノートを奪うんです、ニアが。パッて見て。うん、うん。やっぱりそうだ。ここには、ライトさん。 あなたの名前だけ書いてませんねそこにはですねこう、ちゃんと N の本名も書いてあるんですよ。ネイト・リバーってね、それ以外のネイト・リバーが私で、それ以外の英語の名前が SPK、そして日本の捜査員の皆さんの名前もあります。矢ミライトさん、あなたの名前だけない。どういうことだどういうことなんだよ。パニック状態になるわけですね。まだ分かりませんかニアが続けるわけですね。 メロのおかげです。メロそういう高田清美をラチった謎の行動ありましたよね。で、あのことによって、何が起きましたメロは死にました。その上で、高田も死にましたよね。高田は、何の証拠も残さずに死んだはずだぞ。ところが、はい。これがね、私が持ってるのは本物のノートです。本物のノート、ニアが出してくるわけですよ。 こっち見てください、パラ。あのメロの、あの日、事前にびっしり書いてたノートに、こう、上に書き足されてるんですよ。高田清美、昇進自殺って。どういうことでも、ライトが書いた時間より1分遅いんです。つまり、これ、三上が高田を殺したっていうノートなんですよ。おい、三上。 余計なことはするなと、本番のこの倉庫の日まで、ほ貸金庫の倉庫に預けて、二度触るなよって言ったのに、お前、そうなんです。預けて、ずっと触らなかったんですけど、高田清美が、高田清美がね、誘拐されて、証拠が残るって、ライトも思ったでしょ三上も思ってるんですよ。その上で、ライトの仕込み時計のノートがあるって思ってないんです。 私は動けないからお前に任せている。としか聞いてないから、いざとなったら時計の仕込みノートがある DIY 親分だってことを知らないわけですよ。DIY なんて知らないから、うわ、このままだと証拠残っちゃう。神の代理を私は応接かさってるから、ここは私の出番だって言って、封じられてたノートの貸金庫まで行って、その貸金庫の本物のノートに出すところを見られちゃったんですね。そこでニア人園は気づいたんです。 差し替えたのは偽のノートだったって。そこから本物のノートをなんと全差し替えします。全差し替え。筆跡も全て完璧にして、全差し替えして完全にノーマルノートを作るんです。すごいっすね。なので、貸金庫から出してきたノートは全部、全ページ偽のノートになってるって仕組みだったんですよ。でも、 このきっかけを作ってくれたのはメロですから。メロはそこまで分かってたんですね。メロの部下とニアの部下でこう共通の間を連絡してる人がね、いてですね、ニアはどうやらノートを書かせてとどめを刺すつもりだと。そういう証拠の上げ方するつもりだというときにメロが、そうか、じゃあ行かなきゃなって言ってこの拉致事件を起こしたんです。つまりもう一人絶対に デスノートを使わせなきゃいけない状況を生んだってことだったんですよ。メロが。本当にお前が仕込んだサイクノート、ちゃんと本物かもう一度確かめてみろっていう機会をメロが作ってたんですね。それを見落としてたんですね、ライトは。さあ、どうするつもりですかライトさん。こうなるわけですね。そんな、じゃあライト君がみんな、警官たちも囲むわけですね。どういうことなんだ総一郎さんまで、お父さんまで 見殺しにして、ど、どういうことなんだみんなザーザーザーになるわけですね。それから、三上お前あれほどと時に三上がですね、すいませんそんなーみたいな、もうパニック状態になったわけですね。<laughs> くっそーって、ニヤがらもう完全勝利ですね。どうするんですかなった時にですね、もう、もう震えながらライトがですね、もう見たことない落ち込みをした後にですね、ははは、あ もう最後に大すするんでね <laughs> だからなんだって言うんだよ。えどうするつもりなんだこの俺を殺すのか今の世界を見てみろよ。どうなったキラの出現によって明らかに犯罪率は減ってったんだ。これまでのお前ら警察やお前らの司法が腐っていたから捕まえられなかった人間。これまでの法で裁けなかった。 悪人たちをこの僕がさばいてきたんじゃないか。その成果が確実に出ている。それも確かなことだ。誰がこんなことできた他の人間で誰がこんなことができたんだこの僕だけだよ。この僕が全く新しい世界、新世界を作ったんだ。そしてその世界を来賛している者たちが今増えてきている。 正義はどっちにあると思ってるんだこの僕を殺す気なのか私は正義の味方であり、新世界の神なんだぞこう言ったんですね。そしたらニアがですね、いいえ。あなたはただの人殺しです。それも史上最悪の大量殺人犯です。それだけです。 そうか。お前らには分からないんだろうな。<laughs> お前らには分からないんだよ言いながらですね、後ろ向いてですね、こそこそなんかし始めるんですね。来ましたよ !DIY です最後の最後は、何もしていないと見せかけて、時計からカッシャーンと小さいノートを出して、名前変えたったらいいんですよ。名前変えたったらいいんですよ。なぜなら、先ほど、N が、 ここに僕の名前ありますよって出したとき、ちゃんと見てるからね。ネイト・リバーくんやんね。ネイト・リバーくんやんね。これ分かってるからね。三上が見て、ネイト・リバー書いたの、これが僕の名前だ。あほやな、あいつ、ネイト・リバーですね。俺見てるから、ン見しとるんやから。それをこの DYY で、今すぐ書いてあるからなーって言ったところの、書くぞってなって、ネイト・ R まで、シャシャシャって素早いですね。シャシャシャって書いたときに、バキャンうわー撃たれたんすね、手を。 誰を撃ってるんだよ松田松田という日本の捜査官がいたんですよ。一番のポンコツデカだったんです。ねえ。一番脇役に近かったんです。 で、時々、キラは、本当は悪じゃないのかもしれませんね。なんつって、キラのですね、考え方にですね、共感する素振りもして先輩デカにですね、お前何やってんだバカ野郎、キラは悪人だとかって怒られてたあの松田が一番侮ってた、ポンコツ中のポンコツ、松田が俺の手を、誰をじってるんだマサー、松田ってなるわけですね <laughs>。それで、松田が <laughs>、やがみくん、ライトくん、お父さん お父さんを殺して君は何をやってるんだ今まで信じてたのに君を今まで信じてたのにうわーって言ってバン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 撃つんですね。それがですね、ライトの足元をバンバンバン撃ってですね、ライトはよろ、よろけてこ、こ、もう転げるんですね。バンはぁ、はぁ、つってですね。おい、やめとけ、松田っね、周りを止めるんですね。このまま、このまま捉えなきゃいけないんだこの、今ここでお前が殺してる場合じゃないやめろ、松田って言ってはーはーとか言って、はぁ、はぁ、とか言って、おーいとか言ってですね。 大詐欺です。パニックになったですね。もうライトがですね。おい何をして、ミサーミサー何をしてるんだ、ミサー言うわけですね。そしたらニアが、ニアが言うわけですね。ミサさんは今、ホテルで監禁されてますから、ね。ミサがいないなら、高田清美高田何してんだ自分が操ってきた女の名前を言うんですね。高田さんは殺したでしょ、あなたがえっとね。ミカミー言うんですね。 三ミ何してんだってったら三ミはですね、もうパニック状態になって、もうパニックになってる神を見てですね、あなたはもう神じゃない僕がどうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだ僕は、僕はどうしてあなたはもう神じゃないクズだもうパニック状態ですね。で、もう、ミサもいない、高田もいない、三ミもいないってなった時にパッと見上げたらリュウクがいるんですね。おいリュウクおいリュウク お前だよ今すぐあいつを殺せよお前なら殺せるだろ名前がわかるから俺がお前を退屈させなかったからここまでここまでの見物が見せれたんだそしたら捜査員がわーっとざわつくんですね。あ、リュウクがいたね、わーっとざわつざくわんですね。それリュウクが、わかった。わかったって言うんですね。はあいつの名前を書けニアの名前を書けリュウクってたら、書くぜ。 書きやれるですね。さらさらさらって。ニアの名前書かれたらまずいって言って、日本の警察がパンパンパン、SPK もパンパンパン撃つんですけども、日本のね、人間の銃弾ではね、リュークは殺せないんですね。ヒョン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 ,ヒン全部透けていくんですね。<laughs> リュークに銃弾が通じるわけがないだろ。書いたぜ。書いたぜ。ライト。お前の名前をな。リューク。なんな、なんでだよ。お,おい。おい。 なんでなんだよリュウク言うんですね。明らかにお前の負けだろう。ああ。面白いもん見れた。お互い退屈しのぎできたよな。リュウ君どうして俺死にたくない。死に、死にたくないそしたら二人の頭にパッて、昔の、 最初に出会った時のことを思い出されるんですね。なあ、リュークこのノートを使って、最後に、まあ、俺が死んだ時に、なんだ、魂でも取られるのかライトが聞くわけですよね。いいや。デスノートを使った人間は、魂が取られるとか、それはただの人間の想像に過ぎない。<laughs> じゃあ、じゃあどうなるんだよ。どうなるかはわからん。だが、デスノートを使った人間が、 天国や地獄に行けると思うなよ。そう言ってたんですね。それを聞いてライトが言うわけですよ。<laughs> そうか。じゃあその答えで分かった。天国も地獄もないってことだろ <laughs> ただ死ぬってそういうことだろああ。そうだ。死は万人に平等だからな。っていう会話を思い出すんですね。二人がブワンって。 天国にも地獄にも。いや、違う。天国も地獄もね。ただ死ぬだけ。すべての生命に死が訪れるだけ。死は、平等だからな。死んだくらーいやーどっくん !40 秒だ。どうだライトガンライトガンわーはっはっはそっから目がブワン真っ白に真っ黒になって。 <laughs> うあここで終わるんですここでライトの人生は終わるというお話でございますそこからの後日談がね12話描かれまして、えー、日本のそれまでの捜査官はあニアと一緒に、えー、それ以降も脅迫犯罪をね捜査し続けてたりとか まあ、はたまた、えー、キラはね、その後もも、ね、存在する、信奉するとされてですね、キラ信者たちがひそかにまたキラさんが来てくれるなんていう、そういうのが残ったりして、つまり人間社会は、今でも犯罪はあるし、人間は見えないものを信じたり、いろんな考え方があるっていう社会が描かれます。つまり、ライトが作ろうとした新世界ではなく、普通の今までと同じように正義と悪が混在する。 生と死が混在する世界というのが描かれて何事もなかったかのようにデスノートというお話は終わるというお話でございましたいやー面白いお話でしたねさあこのデスノートどれだけ面白いのか何が面白いのかということなんですけれどもここから私のですねちょっと歴史的な解説をしたいなと思ってます 僕ら僕の考えなので、えー、そういうふうに考えてあの楽しんでいただきたいんですけども、えー、このデスノートですね、非常に筋が面白いっていうのは2つの側面があるんですね。それは特殊な思想を持った天才同士の戦いっていうことですよね。まあ特殊な思想を持っているのはライトなわけですけども、人を殺す権利を人は持つことがあり、それは正義のためであれば罪ではないと。 そういう考え方でしたよねライトはねこういう考え方を主張して犯罪を犯しその後に天才刑事に追い詰められるというこのフレームの仕組み実は人類デスノートが初めてじゃないんですねこのフレームはですねなんとあのロシアの大文豪ドストエフスキーの「罪と罰」という文学作品なんですね 罪と罰という文学作品は、まさにこのライトとエルが死神なしでやり合うようなお話なんです。ねえ、まさかあの大文豪の罪と罰がこのデスノートという現代的な作品のベースに敷かれてるっていうのはね、えー、意外だったという方もいるかもしれませんが、ご興味ある方はこの YouTube 大学の、えー、罪と罰の動画をご覧ください。えー、まさに、えー、そのいうような筋になっております。途中で、ね。 人類は選ばれた人類ならば正義のためなら人を殺すことも許されるという主張をして刑事に論破されるといやあなたはただの人殺しですというシーンも出てきますのでまさにという感じじゃないでしょうかまあそれはね、まあ、あくまで偶然似たのかもしれないしベースに作者が使ったのかもしれません何せよすごいのはそこに死神っていうファンタジーを作ったことですよね、はい、ただこの死神っていうファンタジーも決してあのデスノートが初めてではないですねこれがベースになってるストーリーね 実はグリム童話にあるんですね。グリム童話にはですね、死神の名付け親というお話がありまして、それはなんと名作すぎて落語にもなってるんですね。えー、落語の古典落語に死神という落語があるんですけども、その落語はまんまグリム童話を和風にしたお話なんですね。はい。どういうお話かと言いますと、人間の寿命がわかる死神。その死神の能力を使って、束の間の成功する主人公が、 欲ににに溺れれた後に最後最はその死神によって命を奪われるという話なんですつまりある意味で言うとこのグリム童話の死神という話にも全く合致しているわけなんですねこのグリム童話死神の名付け親とドストエフスキーの罪と罰を矛盾なく合体させた上で現代日本を舞台にし その上で魅力的なキャラクターとサスペンス溢れるストーリーに仕立て上げたという奇跡のお話なんですね。このグリム童話ーーと落語の死神、ご興味ある方は YouTube 大学の落語の回で死神を私がやっているところがありますのでそちらもご覧ください。この2つの動画を見るとですね、デスノートという作品がですね、いかに インテリジェスに溢れた作品かっていうのはわかりますよね。過去の大名作をハイブリッドさせることで全く新しい価値を与えた。奇跡の手腕だと思いませんかねこの大場つぐみ先生と大場たけし先生のですのと、どこが YouTube 大学の勉強になるんだよっていう、まあ、そんな声ね、たまに聞こえますよね。コミックスなんてっていう方、侮っちゃいけませんよね。コミックスにも文学や童話、 世界史のそういったエッセンスが紡ぎ出されている。人間の英知っていうのはそういうところで引き継がれていくんだなということでございます。うん、さあ、天才が作った天才のお話、天才たちのお話が脈々と天才によって受け継がれていくというお話でございました。さあ、この YouTube 大工から私も顔を隠してやってみたいと思いますね。さあ、これで僕もデスノートで殺されることはないみたいですね。<laughs> デスノート、怖いですね、現代のデスノートっていうのはね、えー。現代のデスノートはね、たくさんコンビニにも置いてますからね。<laughs> ワイドショーとか写真週刊誌っていう名前になってるのかもしれませんね。えー、そのデスノートっていうのが売れてるっていうのは買う人がいるからっていう話もありますよ、ね。デスノートっていうのはファンタジーじゃないかもしれない。誰かの命を奪える何かを作ってるのは、 あななたかもしれない、ね、そんなことを思いました是非ねリュくクには YouTube 大学を見てこう言ってほしいですね人間って面白ではまた「聞く YouTube 大学インボイシ前全公編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞ Web コミュニティプログでス 人は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ